グラディオ作戦は、冷戦期にアメリカ合衆国と北大西洋条約機構が操っていた、暴力活動である。名称は、ラテン語の、グラデウスに由来する。中央情報局などの情報機関が、当時ソビエト連邦と距離を取りつつも、ユーロコミュニズムを唱えて左派のみならず中道派からの支持も得ていたイタリア共産党が、大きな勢力となっていたイタリアにおいて、 反響の強力な指導者を国民が求める、もしくは反響政権に国民の支持が向くように仕向けた。極右政治家のリーチオジェッリが代表を務めており、現役のイタリア軍将校や与党政治家も加入していた極右反響組織ロッジ P2 などの協力のもとに右翼組織を使い、右翼組織とマフィアが仕掛けた一般人を標的とする無差別テロ事件が、 極左勢力による犯行と見せかける秘密工作を行った。アンドレオッキとジェッリ、民間人を、人々を、女性を、子供を、向の人々を、あらゆる政治的ゲームとは、縁もない、何もなき人々を攻撃しなければならない。理由は、極めて単純だ。一般大衆を、より大いなる安全を求めて、国家を頼らせるようにするためだ。ヴィンセンゾ・ヴィンシグエラによる、 先制証言この工作には、1969年に起きたフォンターナ広場爆破事件や1980年に起きたボローニャ駅爆破テロ事件をはじめとする、1970年代前後にイタリアで多発した一般人を多数巻き込んだ無差別テロ事件が含まれる。冷戦終結直後の1991年に現職首相であるジュリオ・アンドレオッティがこの作戦の、 存在をバレ、自身も関与した事実を認めて1992年4月に辞任している。ありがとうございます。